骨八万三遺跡は、新潟県新潟市秋白骨、金津及びカバノが沢にまたがる遺跡。遺跡の中には、骨八万三古墳もある。三律丘陵西川の尾根に立地する、弥生時代後期から、古墳時代前期にかけての遺跡である。尾根頂上の標高は53メートル。2005年におよそ11.5ヘクタールが、国の史跡に指定される。 北陸系の高知性観合集落としては、最北端である。1987年、万越自動車道建設に伴う骨、金津、カバ野が、沢の遺跡範囲確認調査により確認された。その後の協議で、遺跡の主要部分は、現状保存されることに決まった。これまでに、新津市教育委員会が14回、新潟市教育委員会が1回調査を行っている。 北陸系、東北系、在地雪中系の三系統の瓦形立穴式住居、方形州公募、看護から出土したので、同時に作成したと考えられる。このことから、東、北合図や北陸地方中西部との関わりがあったことが推察される。古墳時代前期のもので、直径60メートルの円墳で北側に張り出している。 かつて集落があった新津丘陵の尾根の先端に気づかれた。墳頂部分が広く、古墳の南側には、修行が残る。同時期の住居はなく、単独で古墳が存在する。主張の墓と考えられる。新潟県内最大規模であり、勝負塚古墳を上回っている。弥生の丘展示館の外観。右奥は、 史跡公園への散策路2006年度から2009年度にかけて遺跡の復元整備工事が行われ、史跡公園として公開されている。2012年春には、ガイダンス施設、弥生の丘展示館がオープンし、出土品の展示、解説や遺跡にまつわる各種展示、体験イベントなどが行われる拠点となっている。 弥生の丘展示館から遺跡にかけては遊歩道が整備されている。花と遺跡のふるさと公園内にある。同公園へのアクセスは、新潟市新津美術館交通を参照。ありがとうございます。